この放送は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、皆さんこんにちは。ちょのホワイトハウスの時間がやってまいりました。今喋らん方がよかったね。せっかく SL の汽笛が鳴りおったのに。はい、今年いっぱいで、いつだったかいな、今年いっぱいかいね、来年、ちょっと忘れたね、来年の3月だったかいね、まあ、とにかく今年度中にないなら言ってね。寂しい話よ。この SL 人吉いうのはね、その名の通りね、人吉の方へ行くはずなんだけどね、土砂災害かなんかあってからね、通れんようになっとる行けね、ほいでこれ鳥栖まで行く、熊本から鳥栖へ行くいうことで今走らしょるんだけどね、結局あれよ、
レールはかっこええわ。何回見てええねこれ。おまわりが何か何じゃんやってよ。ああ SL はええわ。 SL はかっこええで。おいでね、いや、まあ、私今まで SL 言ったら、SL 山口号でね、わしの名前がついたわしの名前がついた SL が走るようだけどね、 あれはね、どう言ったらいいか、ものすごい煙をもくもくとね出してから走るんだけどね、この SL 人吉はね、煙出さないね、行く道中にしてもね、まあ、今から見てもらえば分かるんじゃろうけど、ね、ちょいちょい道中でね、カメラマン配置して、まあ、いいわ、とりあえず1号車で、ちょっと1号車の方見てもらって、何の話しちゃったんかな、人吉の方行くっていう話しちゃったんかな、なんか災害かなんかでね、行かれるようになってしまうってからね、あっちの方へ。ほいで、あれよね、熊本から鳥栖へ行くことになったんだけども、あれよね、本来ならまあ人吉に行くじゃろうけ、あっちの方ね走ったらあれじゃろう、機関車のね方向変換するターンテーブルみたいなんでやるんじゃろうじゃん、知らんよ、私はあっちの方行ったことないんだけど、よう知らんのんだけど、 SL 山口がそうだけね、ツアーの行ったらひっくり返ってからまたつなぎ直してから大堀の方へ戻っていくいう感じだよね。あ、トイレも綺麗だね、ほら、おじゃけ災害であっちの方行かれもんじゃけでね、鳥栖の方へ行くわいね、鳥栖行ったら機関車をひっくり返すあれがないけね、あっちの方へ行ったら、おじゃけしょうがないけど、どう言ったらええか、後ろの方へね、ディーゼル機関車につなげてね、おじゃけ鳥栖からね、鳥栖から熊本に帰るときはもう、蒸気機関車が後ろ向きで引っ張られるいう感じで、ちょっとブサイクな感じよね、ブサイクでじゃあいけんけども、まあ、それはそれでいいのはええんだけどね、やっぱり正直やっぱりね、上りと下りで客の数が違うよね、やっぱりどう言ったらいいかね、 SL がまともな方向向いとるで走るところを取る方はね、乗る方もそうだろうけど、帰りのね、そのディーゼルが引っ張って SL が後ろ向いたようなね、写真がね撮っても、SL 山口に比べたらね、煙の量がね明らかに少ない、黒い煙の量がね、あれ なんかやっぱり 近所の方に遠慮しとるかどうかしらんけどね、いや毎日走るわけじゃないんじゃけえね、いかにそんなもんじゃろうけどね、週末の土日かぐらいしか走らんけど、まあ祝日も走るんじゃろうけど、もっとね、黙々と煙ぶわー出してからね、もうあれ近所が苦情言うもんがおるんかね、まあろくでもないやつがおるよね、まあ、そういう苦情する言うもんがおるんかどうか知らんけど、あれ明らかになんかもう周りに遠慮しとるような感じよね、 SL 山口なんかで、隣に国道が走っとっても平気でボンボン黒い煙出してからね、
あ、見応えがあるよね、うん、SL 人吉はね、おとなしいっていうかね、うん、これ2号車でね、あの売店があるんでね、酒も売っとるし、熊焼酎、熊なんとか、これどこかい、煙出とらんもんね、あれ水蒸気石やね、あれ石炭燃やした煙じゃないよこれね、もう明らかに水蒸気じゃん、もん、もっとね、もっと黒い煙ボンボン出してもええ思うんじゃけどね、わしなんかもう鉄道に興味がないもんは文句言うんかもしれんけども、これはどこかいね、田原坂からね、田原坂の方じゃねこれ、うん、でこれね、ケツの方にねディーゼル機関車がくっついとるいうのもね、なんかさえんよね、まあ、本来のコースじゃないけしゃあないや、しゃあないんだけどね、まあ、3両編成だという客車はね、客車に関して言えば3両編成で、3号車の方でなんか SL に関する本とかいっぱいあってからね、うん、なかなかええ感じよ、うん、これがほいじゃけ、ね、今年いっぱいか今年度いっぱいでないだろうかいう感じよね、うん、はもう配信だっけ、何月ないだろうかまでは詳しくは知らんのに、86あるの、なんで86言うかね、86言ったら、ね、わしらから、わしら昔車が好きじゃったけ、まあ、ベビーなんかね、86言うて言うんだよね、まあ、そこの話はどうでもいいんだけど、非常口がこうね、なんかもう ああいう感じになってて、まあね、なかなか映画にやっとるよかね、なかなか眺めもいいよ。まあ、大体基本的には、ね、田舎の山の方を走るんだけどね、まあ、町の方はもう鳥栖に近づいたらね、あれな、あこれどこや、これはあれか、筑後船小屋の方か、筑後船小屋いうか、多分そこじゃ思うんだけどね、あ違うかな、違ったらごめんね大体は資本も適当じゃけんね、もう煙が全然出てないもんね、黒いのが水蒸気しか出てないもんね、これ。誰に遠慮しとるんか知らんけどね、もうもっと黒い煙ボン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 出し上げてからね、もう苦情が来るぐらい真っ黒っきりしちゃれへんよ、まあ、別にね毎日毎日走ってるわけじゃないんじゃけ、なんかね量しとるんじゃろね、あれ水蒸気ばっかりで黒い煙が一個も出とらん、これどこや、今度はチーター出とるね、チーター黒い煙出しとるね、ここそ出しちゃいけん、まあなんか隣の方に民家もあるし、ここそ出しちゃいけん、まあにね、ここのチート出とるね、煙がね少ないよ、それでも
機みたいなクソどいなかでね、小柄なところで水蒸気ばっかり出してからね、全然煙出さんのに、あっこも出しちゃいけまい。今日分からんけどもね、うん、何遠慮しとんかね。これはどこや、もっと近いけどね、うん、あ SL 山口なんかボン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 出すけね、津和野の方行ったらさすがに、ね、なんか出さんかったけどね、道中のね田舎の方なんかも真っ黒い煙ボン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 出してからね、隣に国道が走ったっても平気よね。あれ風向きによっちゃね見えんようになるよ。まあでもええよ、うん、かっこええわ、何遍見てもええよこれ、うん、これはええね。まあわしなんかね、まだ50じゃけどう言ったらいいか、その現役の頃のね、ほんまもんの SL な見たことはないんじゃけども、まあわしが知っとるやつ L 言うたらね、前から言われる銀河鉄道39ぐらいしか知らんけえね、うん、まあ言うても白黒写真なんかでね、小川なんか走っとるような見たことはあるけ、うん、まあ当時はねすごかったらしいね、その沿道の近隣住民なんかね、洗濯物干しとったらみんな真っ黒けっけんな歩いてから洗濯物がね言うていうようなエピソード聞いたことがあるけどね、うん、いやなくさんといてほしいね、なくさんといてほしいよ、こりゃこれないなったらどうするかしらけど、あ、なんか違う観光列車走らそうかいって言って話が出てるらしいけどね、この SL 一押しがないなる代わりに、なんか違う別の観光列車もね走らそうかいうような話が出てるそうでございますよ。はい、ということでね、SL 一押しの企画を終わりたいと思います。また次の企画でお会いしましょう。さようなら。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。